こんにちは。今日はね、ステンレス鍋について聞かれる質問の中で多いのが、どこどこの鍋って蓋してあげることできるんですか？これをね、コメントで、ね、結構いただくんですよね。で、僕自身このステンレス多層鍋の調理法の魅力、もう数え上げたらね、むちゃくちゃいっぱいあるんですけどもね、1個だけあげてって言われるとね、やっぱりね、蓋して揚げ物ができること、これをね、押させていただいております。だって蓋して揚げ物ができるだけで油飛び散らないでしょ、温度がすごく安定するでしょ、で揚げながら蒸せるから火が通るのが早いでしょ、でこうやって気体になって飛ばないから部屋が綺麗でしょ。もう本当にね、今までの悩みをね、全部プラスに変える力があるのがね、この蓋して揚げ物なんですよ。だから今日はね、蓋して揚げ物できるステンレス鍋なのかどうかを自分で見抜くためのたった一つのコツをね、ご紹介していきたいと思います。それがね、このお鍋の本体です。まずね、水と油ってね、めちゃくちゃ仲が悪いので、中でこうやって揚げ物するとね、蒸気がこう蓋につきますよね。で、蓋についた水滴がポタンって真下に落ちますと、ここでバチッとね、水と油が喧嘩して跳ねますんで、こういうのがダメなんです。なんでまずはね、この蓋の裏にね、何もチョボがついてないこと。チョボがついてるとね、そのチョボ越しにポチョッと落ちますんでね、蓋の裏がね、スッキリとしてることがね、一つのポイントです。今のはまあちょっとおまけなので、ここからが本題ね。このお鍋本体のね、この縁のとこ見てください。こっちのお鍋もそうなんですけどね、このお鍋のね、このここの部分に溝があると、蓋についた水滴をね、キャッチしてくれますんでね、水滴がね、下に落ちてね、水と油が喧嘩するんじゃなくて、ここに溜まった水滴がね、蒸発してシューッと上に抜けてくれる。だから水滴が下に落ちずにね、水と油が喧嘩しないっていう構造になってます。一方でね、よくね、皆さんがね、質問いただくメーカーさんがこちら、ジオ。これ2つ比べたら分かりますでしょ。これはね、ここがね、ツルツルなんですよ。だからね、この蓋についた水滴がね、このまま下に落ちちゃいますので、この蓋との接点がね、ツルッとしてるメーカーさんはね、蓋してあげると非常に危険です。もうこれだけです。だからね、ネットショッピングとかのね、画像を見まして、蓋が開いてるシーンのお鍋をね、ちょっとこう検索しまして、この蓋のね、立ち上がりのところがね、ツルッとしてるのか、ちょっとくぼみがあってね、水滴が溜まるようになってるのか、これによってね、蓋してあげてもいいかどうかをね、判断してください。お水を使わずにね、調味料だけで煮物をしたりとか、お水ほとんど使わずにね、無水調理をするっていうのは、もう本当にね、ほとんどのステンレス鍋が今できるようになっておりまして、あとストーブとかね、ルクルーゼなんかのホーローシリーズもね、パフォーマンスとしてはね、ほとんど変わりません。ただ、この焼くっていうのと、かけるっていうのはね、もう圧倒的にね、ステンレス多層鍋が優れておりますので、そのメリットをね、最高に味わっていただくために、揚げ物の鍋だけはね、ちょっとね、ワンランク上のやつ、選んでいただくとね、いいかなと思います。でね、今日この動画を見てくださった方のために、ほっ！こんな感じでね、僕が調べたステンレス鍋のメーカーで、蓋してあげれないやつ、蓋してあげれるやつ、蓋してあげれるお鍋の中でもすごくうまくいくやつ、こんな感じでね、まとめてみましたのでね、ぜひこのページスクショしていただきましてね、お買い物される際の参考にしていただけたらと思います。最後にね、蓋してあげても大丈夫なお鍋と、蓋してあげたらすごくうまくいくお鍋の違いだけね、ちょっとね、ご説明しますね。これね、右と左のお鍋のね、立ち上がり部分の違いね、画面でわかりますでしょうかね。指で触るとね、一撃なんですけどもね、こっちの方がね、ちょっと溝が浅くって、こっちの方がね、ちょっと溝が深いです。光の当たり方でね、なんか溝があるなっていうのがわかりますかね。こっちね、アムウェイだったんですけど、これがね、ビタクラフトのウルトラ。ウルトラもね、ちょっとこう溝はあるんですけども、そんなにしっかりね、溝があるわけじゃありません。アムよりもね、ちょっとしっかりしてるかなっていう感じ。このね、画像で見たらね、分かるか分かんないかぐらいの微妙な違いなんですけども、こうやってね、溝がね、しっかりしてる方がここに水分をね、キャッチしてくれますので、こう蓋から垂れてきた水滴がね、しっかりキャッチされます。で、一方でね、こんな感じでちょっと溝がね、甘いとね、蓋から垂れてきた水滴は溜めれる量が違いますから、大根揚げたりとかお豆腐揚げたりするとちょっとしんどいかなっていう感じです。ただね、このビタクラフトのね、ウルトラだったりとかアムウェイのお鍋っていうのは、蓋をね、こう慎重に垂れないようにゆっくり揚げていきましたら、結構ね、蓋がね、水滴保ってくれますんで、雑に揚げちゃちょっとしんどいんですけどもね、慎重に揚げていただくか、なんか蒸気上がってきたら一回こうやってね、蓋の裏をタオルで拭いてもらうとか、こんな風にね、工夫しながらやっていただきましたらね、すごくうまくいきますので、自分はね、どこまでお鍋に頼りたいか、これによってね、使うお鍋をね、選んでいただけたらいいかなと思います。今日のこの話ね、かなりマニアックだったけどね、伝わりましたかね。またちょっとね、よくわかったよとか、ここわかりませんとかね、コメントいただけましたらね、追加でこうコメントね、固定で上げときますので、ぜひともね、よろしくお願いします。それじゃあ今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。
自分にぴったりのお鍋見つけてくださいね。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。大沢チャンネルではね、本当に安全で安心なご飯をね、手早くできるようにステンレス鍋を使った活用方法をご紹介しておりますけども、皆さんが普段ね、本やスマホを見ている中で、あ、これいいなっていうメニューがありましたらね、ぜひね、コメント欄にね、URL とか貼ってね、教えてください。大沢チャンネルでね、それをね、ステンレス多層鍋風にアレンジして、またこの動画でね、ご紹介していきたいと思います。きっとね、工程が2つ3つね、省けると思いますよ。そしてもう1個、動画のですね、こちらのサンクスと書いてあるボタンを押しますと、動画に投げ銭ができます。うわー、この動画ほんと素晴らしかった、これはなんかただで見るのはもったいない、そんな風に思っていただけたら、ぜひこちらのサンクスボタンからですね、応援よろしくお願いします。またね、お金を払うことではないけど、まあ良かったよっていう場合はですね、このグッドボタンというのがありますので、そちらを押していただきますと、また今後のね、動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。食べ物って本当にね、1日2日じゃね、体って何も変わってこないんですけども、続けていくと圧倒的に違いますから、人生の幸せにおける一番大事な健康を、毎日の食事からね、作っていきましょう。今日の動画をご覧いただけた方はね、こっちも気に入っていただけると思いますので、よかったらぜひ見てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。